私たちどうなっちゃうの？母が病気なんだ。水と食べ物がないの。武器だ、武器をくれ。心を強く持つのよ。必ず守るから。皆さんは難民という言葉を知っていますか？難民とは、戦争やその他様々な理由で自分の国にいることが危険なため、他の国に逃れた人のことを言います。その難民を救うために懸命に働いた女性、それがこの物語の主人公、緒方貞子です。1927年、貞子は東京で生まれました。ひいおじいさんは第29代内閣総理大臣の犬飼剛、おじいさんは外務大臣、お父さんは外交官という家で、貞子は小さな頃から政治や外国との交わりを感じながら育ちました。貞子は外で遊ぶのが好きな子供でした。また好奇心が人一倍強く、魚売りが来れば飛び出して見に行き、縁日では一軒一軒の店をじっくり見て回るような子でした。なんていう魚だろう、どんな味なのかな。すごい、私も作ってみたい。とにかく何でも自分の目で見て経験したい。貞子は好奇心の塊だったのです。3歳になる少し前、お父さんの仕事の関係で家族4人アメリカに移り住みました。自然に囲まれ、貞子はのびのびと育ちました。けれどその2年後、総理大臣だったひいおじいさんが殺されてしまいました。話せばわかる、問答無用。戦争をなるべく避けようというひいおじいさんの考えに反対する人たちがクーデターを起こしたのです。ひいおじいちゃまが殺されるなんて。この事件をきっかけに、日本は太平洋戦争へと突き進んでいったのです。星空はなんて美しくて平和なんだろう。戦争なんてなくなって、星空みたいに平和な世の中になればいいのに。小学校5年生になった貞子は帰国し、清新女子学院に通いました。その頃、日本は中国北東部を自分のものにしようと軍隊を送り込んでいました。そんな中でも貞子は熱心に学び、大好きなスポーツに打ち込みました。しかし、日本がハワイを攻撃し、ついにアメリカと戦争をすることになったのです。日本がアメリカと戦争、大好きな友達が敵になるの、そんなの絶対に嫌。日本は戦争一色になりました。授業はなくなり、畑仕事や訓練、軍のために働く毎日、空襲は激しさを増していき、友達のいる国が爆弾を落としている、どうして、戦争は嫌。諦めろ。そして1945年8月、ついに日本は戦争に負け、終戦を迎えました。戦争を体験したことで、貞子は平和への思いをより強く持つようになりました。20歳になった貞子は清新女子大学に通い、学生生活を満喫しました。勉強できるのもスポーツができるのも平和だから、平和って素晴らしいわね。その通りね。清新女子大学では、貞子の人生に大きな影響を与える人と出会います。その人は初代学長のマザーブリットです。一度しかない貴重な人生を、鍋の底や皿を洗うことだけに使ってはいけません。自分の頭で考え実行しなさい。自立しなさい。協力的でありなさい。あなたたちは世界のどんな場所でも、その場に愛の灯火を掲げる女性になりなさい。マザーブリットは細やかな心配り、人間としての魅力、そして目的を達成するための力を持った人でした。例えば、
新しい校舎を建てるためのお金を集めるためにアメリカ軍からもらった車を商品にした自動車くじを作って学生たちに売らせたり、学生たちが自分たちのことを自分たちで考えて決めていく学生自治会を作ったりしました。貞子はさまざまな活動を通じて自分自身で考えること、計画を実行する行動力、強いリーダーシップを身につけていきました。大学卒業後、貞子はアメリカに留学。どう？アメリカはいい国でしょ？ええ、何もかも大きくて豊かだわ。それが分かっていれば戦争なんて起きなかったのに。でもこれから日本とアメリカは必ず仲良くなれるはずだよ。私もそう信じてる。あなた、ここは立ち入り禁止区域よ。当時のアメリカでは、アフリカ系アメリカ人は差別を受けていました。アメリカ人はフレンドリーなのに、なぜ肌の色や出身で差別するんだろう。貞子は留学したことで、なぜ日本は戦争をしたのかをたびたび考え、それを研究のテーマにしました。そして帰国してから4年かけて論文を書き上げたのです。33歳の時、貞子は結婚して2人の子供のお母さんになりました。その頃の女の人は結婚すると仕事を辞めましたが、貞子は勉強を続け大学の先生としても働きました。仕事は忙しかったですが、貞子は子供たちを大変可愛がりました。そんなある日、貞子に思いがけないことが起こります。国連？この私が国連総会に出席するのですか？はい、お願いします。国際連合とは、世界平和を目指し困っている国を助けるための組織で、たくさんの国の代表で作られています。その会議に日本の代表者の一人として出席してほしいと頼まれたのです。でも3ヶ月も家を留守にしてアメリカに行くなんて無理です。下の子供は昨年生まれたばかりですし。そこをなんとか。尾形さんが出席されることが、日本の女性が社会で活躍するチャンスを広げるのです。行きなさい。留守のことはなんとかする。この仕事は君にしかできないんだから。貞子は参加を決め、ニューヨークの国連本部へと向かいました。国連総会では、世界各国の代表たちと社会や人権、文化などの問題について話し合いを重ねました。知り合いが増えれば、相手の国のことや考え方が分かるようになる。たくさんの知り合いを作ることが私の仕事だわ。その後、貞子は合計3回国連総会に参加しました。そして1975年には日本初女性の国連公使という、とても責任の重い仕事に就きました。貞子は貧しさに苦しむ人たちのもとへ何度も出かけていきました。きれいな水を飲めるように力を尽くしたり、子どもたちが学校に通えるように熱心に取り組みました。1979年、貞子は初めて難民と呼ばれる人たちと出会います。そして彼らの話を直接聞き、どれだけ大変な思いをしているかを知りました。同じ人間なのに、なんでこんなひどい目に。私ができることを考えなきゃ。そして1990年、貞子は日本人で初めて難民高等弁務官に選ばれました。難民高等弁務官の仕事は、難民の命と生活を守ること。貞子はそのトップに立ち、2400人もの職員を指揮することになったのです。国連難民高等弁務官事務所は UNHCR と呼ばれ、スイス・ジュネーブに本部があります。貞子が UNHCR で仕事を始めてすぐに、イラクがクウェートに軍を進め、湾岸戦争が起きました。この時、イラクに住んでいた少数民族のクルド人が命の危険にさらされて、隣の国のイランとトルコに逃げました。
トルコが受け入れを拒みました。現在国境の山岳地帯に180万人のクルド人が行き場を失っている状態です。わかりました、すぐに行きましょう。いえいえ、現場は危険です。少し様子を見てから。時間が経てば確実に死者が増えます。死んでからでは遅いんです。現場で何が起きているのかすぐに確かめましょう。貞子は自ら軍用ヘリコプターに乗り込み、難民たちと対話しました。ねえ、私たちどうなっちゃうの？母が病気なんだ。水と食べ物がないの。武器だ、武器をくれ。心を強く持つのよ。必ず守るから。クルド人たちを保護する？それは無理です。国境を越えなければ難民には当てはまりません。難民でなければ私たちは手出しできない決まりなんです。でもこのまま彼らを放っておくわけにはいかないわ。無茶です、我々が攻撃される危険性だってあるんですよ。決めました、クルド人たちを救済します。人々が国境を越えようと越えまいと、UNHCR は難民と共に難民のそばにいるべきなのです。それだけではありません。はい、大統領執務室。難民高等弁務官の尾形です。 UNHCR の？貞子は当時のアメリカ大統領に直談判をしました。クルド難民を守るためにアメリカ軍を安全地帯に残すよう軍に命令してください。なるほど、軍は引き上げなくてはならないが、時間をかけて難民キャンプを守りながら撤退するから安心しなさい。大学時代、マザーブリッドの下で学んだことが役立ちました。そしてこの貞子の決めたことが、その後の難民の支援の仕方を変えるきっかけになったのです。難民高等弁務官を務めた10年間、貞子は難民の命と生活を守るために一生懸命働きました。取り残された人たちに食べ物と薬を届けたくては。大丈夫よ、もう泣かないで。ドクターを、ドクターを呼んでちょうだい。必ず祖国に帰りましょう。それまで頑張るのよ。貞子は UNHCR の職員と協力し、命がけで難民たちを守りました。そして2000年10月、貞子の10年にわたる難民支援活動にピリオドを打つ日がやってきました。故郷に戻り手をたたいて喜ぶ人々、死にゆく子供たち、助けを求める年老いた女性、難民たちの表情に私たちの成功と失敗が刻み込まれています。成功には勇気づけられました。人々の苦しみに接するたびに湧き上がった怒りと悲しみが、この仕事を続ける原動力でした。家を追われ、最も貧しい境遇にある人々を守らんとする皆様の献身に尊敬を、難民に寄り添い人道支援に従事する者たちに尊厳を、そして誰よりも難民に尊敬を。ありがとうございました。その後、貞子は JICA の理事長に就任。約8年間にわたり途上国への開発援助、復興支援に携わりました。現在世界の78人に1人、全人口の 1% 以上が故郷を追われています。世界平和のため92歳で永眠するまで活動し続けた緒方貞子、その人生の歩みから私たちは学ぶべきことがあるのではないでしょうか。彼女はこう述べています。制度や法よりも前に、まずは人間を大事にしないといけない。耐えられない状況に人間を放置しておくということにどうして耐えられるのでしょうか。
そうした感覚をヒューマニズムと呼ぶなら、それはそれで一向に構いません。でもそんな大それたものではない。人間としての普通の感覚なのではないでしょうか。見てしまったからには、何かをしないとならないでしょ。したくなるでしょ。理屈ではないのです。自分に何ができるのか。できることに限りはあるけれど、できることから始めよう。